この約束の地でわしとお前が今向き合った力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。迫り来る異国の脅威をお前たちは理解していない。安心してくれみんな、わしらは断じて陰らない。はは、所詮は己が仕組んだろうか。秀吉が引いて呆れるわ。秀吉様の御前だ。ぬかを地になすりつけよ。しかと見よ。俺は置いてけ、もう走れねえや。何もかもが足りぬ。兵の連動、それが血の細胞。皆の者、明日は我らの手の中だぞ。よし、家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでね。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。伊達氏、ここで私に何を見出せと。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で気づくんだ。己を変える光にな。あなた方はまばゆいな。この眼球を腐らせるほどに前座にも過ぎぬだろうが、しばしお付き合いいただこう。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。秀吉様に相手し、なぜ頭を垂れようとしない。すまないがみんな、もう少しだけ耐えてくれるか。お任せを。誓う、あなたの分まであの男を見届けると。我が海名は長に続く。そう、時代の果てまでもだ。我らも続きますゆえお進みくだされ。そちらも随分と培ってきたのだな、絆の力を。望みゆくんだ、遥かなる天へ、家康様のお側へ。物足りないといった顔をしているね、秀吉。我が拳の前にひれ伏すがいい。ドラゴンロードは偽らねえ。オーケー。どうだ、見えたか。足りねえってんなら何度だって連れ回してやるさ。さて、俺は俺で楽しむからいいか。ケム、竜王の名は追求じゃねえ。だが次はねえぜ。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするようにわしもまた絆を抱き続けよう。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を地へと引きずり下ろしましょうぞ。秀吉の夢を実現させることが僕の夢であり役割だ。逃げるんだ、わしのために死ななくていい。納得できねえのもわかるが、それ以上は見過ごせねえな。家康様、我らは徳川兵になったことを誇りに思いますと。我らの旗を掲げよう。敵方にしかと示すのだ。出迎えの人数が足らぬぞ。わしらの人たちが
家康様の天下へつながるのだ。者ども行くぞ。この戦いから目をそらさぬとここに先制します。うむ、怖くてたまらねえけど逃げてえとも思わねえ。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。剣族が正義、ここに果たせい。破砕せよ。このまま破れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻まれはしない。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。神を導くのはわしかお前か。共に残そうこの世の非業に敗れぬ希望を。んじゃゲストを去るとするかね。また会おうぜ家康、竜王主催のパーリーでな。貴様の心の強拳ごと砕いてやるわ。絆も情けも弱さなどではないんだ秀吉殿。ああ分かっているよ忠勝、もうお前の心から目を背けたりはしない。耐え忍んできた皆だからこそ今この戦も耐え忍げる。おう傷くれだ、大勢象徴に変わる新たな拠り所を。豊臣の世となれば強きに富む国が千年続くのだ。凄まじい威風だ。さてわしの拳とはどちらが上かな。三河の武士は粘りが売りだ。そうだろうみんな。出番だ主人公。向かい風ほど心地よい。そうは思いませぬかな。腰を蹴るぞい跡形もなく。それほどまでに熱度を上げたくば草履でも温めるがよい。お前無敵の名を言ってみろ。そうだ、あいつが傍らにいればひどく燃やされていただろうな。俺が脇役武者震いが収まらぬわ。無敵だ。ここはもう一押し二押しするべきかも。それがしに勝るとも劣らぬな。これでは敵方にて白い旗が不足してしまいますな。何を言ってるかわからねえと思うが、気がついたら陣を奪われてたぜ。やはりこの国は弱い。秀吉様の拳でなければ異国の脅威は砕けない。この日の元だけでは物足りるというか。あおめ。さてどうする秀吉。
聞くまでもない。前進あるのみ。つかの間の優勢の味堪能するがよ。この世を変えられる。わしがこの手で証明する。その手を傷つけるくらいは槍を取ってほしいとも思う。拳を天に掲げ、我が豊臣に勝利あれ。この程度の力で将を名乗るか。あなた様の武勲にあやからせていただきたく。不滅だ。この日の元をあるべき形に我が滑る強き国に。